リーゼントチャンネルナイスリーゼン第4回リーゼントキッチンのお時間がやってまいりました。大人気企画。そうですよ。飛ぶ鳥も昼寝する。飛ぶ鳥も優雅に飛ぶ。全く落とさない勢いの、まあ、いいじゃないですか。いやいや、これもね、いつもやっぱり応援してくださってる方からいろんなものをね、ありがたいことに送っていただくんですけど、ちょっと今日は超いい高級なお肉をいただいたんで、これをがっつり男飯として調理していこうかなと思います。負け信号チャンネル、はい、なんと視聴者はほぼ 100% 男性っていう、もうほぼ 100% っていう 100% なのに女性に向けていかなあかんよね。前回やって爆死したというと、今回は何がスムージーやねん、何がスムージーやねんっていうね。もう男性の、そうですよ、やっぱり視聴者の方のために、だからもういいお肉でがっつり男飯っていうのをちょっと作って、もう多分すげえシンプルなんですけど、ちょっと美味しくいただこうかなと思います。はい、はい、じゃあ早速ちょっと高級お肉を調理していこうかなと思います。はい、はい、よし、いい肉だね。じゃあちょっとフライパンを、おい、ちょいちょいちょい、フライパンはいらんいらんいらん。え、なんでステーキ、アノーバ、アノーバ、あの、アノーバ、あの、アノーバって低温調理器です。低温調理は分かるでしょ。いや、分かる。何低温調理、低温調理、これってすげえ、あの、もう設定した温度でずっとそのままの温度を保ってくれるんですよ。だから、もう40度なら40度、ずっと40度のまんまこのお湯、まあ中に水入れ、今入れてるんですけど、その水を40度で保ってくれたりとか、まあ好きな60度なら60度で。フライパンでガーやった方がいいが、いや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 、まあ何のメリットがっつり男飯って言ったけど、やっぱり今流行りの低温調理で美味しくいただこうかな。ちょっとおしゃれね。ちょっとおしゃれな、やっぱりちょっとおしゃれ要素もやっぱりどうしても入っちゃうんですよね。入れたくないんですけど、やっぱ入っちゃうんですよ。やっぱこの低温調理すると、その旨味がすごい凝縮されて、もう美味しく出来上がると思います。真空パックなんですけど、これもすごいお肉だね。ガン、ガン、ガン、これです、すいません、すいません。入った、入った、はい、真空パックしちゃいました。こんなもん、なんかちょっとボクシング用品にお金かけたな。本当すごい。これおいくらぐらい、これこれいくらなんでしょうね。2万円ぐらいかも。1万か2万か、そんくらいの。そんなもんね。で、今ちょっとこれをもう低温調理でやっていきたいと思います、はい、あ、その前にこれ温度を設定しなきゃいけないの忘れてた。温度設定ここやろ。携帯でこれがこう設定温度変えれるから、今回は60度で設定していきます。1時間30分、はいはい、1時間30分、はい、これをセットで、あとはスタートアノーバー、スタートアノーバー、スタートアノーバーで、スタートアノーバー、押すともうこれで、おい、きた、あ、いった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 、これ取った方がいい。携帯さえ持ってば、あ、今31度だって思った。はい、じゃあ早速入れていきたいと思います。はい、入ってないよ、入ってないよ。いいの、はい、OK、 じゃあこれで1時間30分待ちましょう。じゃあこれで今から1時間半ちょっと待ってんで、はい、その間にちょっと支度をしていきたいと思います。玉ねぎを、これは紫玉ねぎですね。紫の玉ねぎですね。紫ですね。おお。やってますね、あなた。やってますよ、当たり前じゃないですか。目が痛い。よし。よし。頼んだ。よし。水に浸して、5分から10分ぐらいで、もうすぐ辛みは飛んじゃいます。今日はあれです、ローストビーフ丼。さあ、できました。はい、あ、大体何時間ぐらいですか。これ1時間半か。あ、そうか、そうだね。さあ、じゃあこれを切っていこうと思います。はい、これあれだよね、塩と胡椒入れてんだよね。あ、そうなんですよ、ね、さっき入れ忘れたんで、うん、今やりました、ここに。眉出た。眉出た。よかった。ルネッサンスに次ぐ眉出た。これはすごい。古いんですよ、もうこの人、ほんと。ちょっと、いい。ほんとにうまいな。
眉2回目眉美味しいね、うん、うまい。ご飯をよそってもらおうかな、はい、君何もやってないから、ね、いやいや家じゃないじゃない家ではない、その確認だけしたかった俺。ここは我が家ではありません。ここが和気君の家だ。我が家だったらもう大変だよ。億万長者、億万長者だよね。和気君はちょっとこれちょっとでいいです。もう本当にこれぐらい。カメラマンはもうクマみたいな顔してるんで、レッサーパンダみたいなレッサーパンダみたいな顔してるんで、これはまだ出たことないけど、カメラマンないな。カメラマンまだ出たことないです。レッサーパンダですよ、あれ。そう、はい、はい、じゃあこんな感じで、はい、もうそろそろ多分玉ねぎも辛みが飛んできてるかなと思う。飛ぶね。あ、飛んでる、うん、本当ちょっと甘みが出てる。ちょっと辛くない、辛くない。本当に毒味してもらったから本当辛くない。これぐらい美味しいと思う。ちょっとまだある。あ、いや、全然ちょっとは残った方がいいじゃん。あ、いいです ね。じゃあこれ入れていきましょう、うん、まあ、これ少なめ。お願いします。どう、いいよいいよいいよ、いいです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 。ハンソン知らん、全然おっさんしかわからない。さあ、肉をトッピングしてまいります。こんな感じで。そうそうそう、でも油麺は好きじゃん。ちょっと多めでお願いします。何でも多め。いや、これね、美味しい。あ、これはあれ、ただのあのステーキのタレ、まあまあそうですね、ステーキのタレ、ステーキのタレ、ね、カメラマンもね、いつも頑張ってくれてるから。そうだね、なに俺のこのマッチ。いや、わけかもしょうがない、減量中だから。で、で仕上げですよ、はいはい、ここで君だけです。君だけで行きますか。君だけで行きましょう。で、ちょっとギャグ一発、君だけで。君だけにって少年隊の歌があったような気がするよ。君だけにから大丈夫。面白くねえな。面白くねえな。振るんじゃねえよお前。白身が落ちるの。あ、全部。あるし、白身が取れん。あ、取れた。これを作ってトントン。うわー、やばい。美味しそう。絶対うまいやつこれ。で、カメラマンは白身だけで。カメラマンはあの白身だけ。レッサーパンダなんて言っちゃう。もう、はい、出来上がりました。じゃーん、完成。完成。はい。はい、実食しましょうか。楽しみだね。いや、見てこの肉の量。いや、しょうがない。肉の量半端ない。今日はね、試合の1ヶ月前なんですよ、ちょうどね、はい、だからもうこの辺から和気君はもうちょっと減量、今体重も調整してるんで、そうそうそう、全部あの食事の管理してやってるんで、はい、すごいな和気君。これ誰も突っ込まなかったらおかしいよこれ。このままいったらまた勝ち組？まあ、いいじゃないですか。まあ、そこはもうええか。このだって、ね、アイアンのお家をちょっとお借りしてるんで。ほんまもうほんまに。ルネッサン。よし、いただきます。いただきます。どう？うまっ。美味しい。これはうまいね、本当に。牛です。急に来るから。だって、うまって言うから。牛？牛。もうええ。やばいわ、これ本当うまいわ。本当うまい。低温調理のいいところって、うん、本当にめっちゃ安い肉でもめちゃくちゃうまく変わるらしいんですよ。今回はね、本当高級な肉をもう使っちゃったけど、安い肉でやってもいいかもしれない。ほんまうめえね、これやばい。ほんまにこれ出せるよ、わけと玉ねぎもやっぱいいか、うん、玉ねぎあっていい、うん、うまい以外になんか、いやコメントないんすか。これはあれだね、あのグルメリポートでちょっとお願いします。あ、そうだね、やっぱりあれだね、時代はもう低温ですね。はい、はい、高温じゃないね。高温じゃないです。高温調理より低温調理。どっち？え、そこでなんかギャグ入れないんですか。今のがギャグなんですね。すいません、あれ伝わってない。滑ったけど今のはギャグなんで。マジか。はい、ってことで、うん、美味しかった。美味しかったですね、うん、伊然とキッチン、うん、第4弾はローストビーフ丼でした。じゃあ締めましょう。はい、おいしい、ありがとう、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます、ぜひ高評価並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今日もナイスリージェント。